2017年日本公演通算100回以上を記録した超人気グループシャイニーの元メンバージョンヒョンさんが練炭自殺。インスタグラムで公開された遺書にはお疲れ様と言ってほしいと書かれていた。去年11月 K-POP 界の最盛期カラーの元メンバーで女優のクーハラさんが度重なる脅迫、強要、リベンジポルノなどの性被害、 SNS からの強烈なバッシングにより自宅で自殺未遂。そして10月14日日韓ともに圧倒的人気を誇る FX の元メンバーソロリさんが自宅で死体となっているところをマネージャーに発見された。今韓国では国民的トップアイドルの自殺が異常なスピードで報じられています。あれだけの輝かしい世界で生きている人たちがなぜ自らの命を絶つ道を選ぶのか、何がそうさせたのか、輝かしい栄光を手にしながらも自らの命を絶つ決断までに至った、その理由全てを導き出すのは難しいですが、ピエロは大きく3つの韓国業界の闇について解を出しました。常態化した性接待、事務所との奴隷契約、 SNS による精神崩壊。それでは一つずつ詳しくお話しします。皆さんはこんなことを聞いてもそんな噂を信じるなというかもしれません。性上脳をしていたなんてありえない、ましてあれだけ有名なカラーや少女時代のメンバーが営業先に性接待をしているなんてあるはずがないというかもしれません。確かに近年では昔より数は減ったと言われるそうです。しかしなぜか今も性上脳が行われている噂は消えません。まああるでしょう。実際にそういった動画は大量に出回っています。特に女優さんがその被害を多く受けており、例えば公に知られているのは女優のチャン・ジョヨンさんが2009年正常の奥に自殺したことは有名です。またそれがきっかけで行われた女性芸能人300人を対象にした性接待に関するアンケート、それによれば 60% が性接待を受けた経験があり、それを拒否した約半分以上が不利益を受けたとされています。これは韓国だけの話ではなく日本でもアメリカでもどこの国でもあります。しかしそれは仕事を取るという目的があるからであって、チャン・ジョヨンさんの衣装にあった新しい服を着る日は新しい男と寝る日、アイドルを性奴隷のように扱うこの韓国業界の闇は非常に深いです。ただ昔からある古い体質は異常な性接待だけではありません。2つ目の自殺の原因は事務所との奴隷契約です。韓国ではアイドルになるために事務所との契約で練習生として下積みを過ごすのが必須です。日本では専務契約という、辞めたくなったら事務所に連絡すれば辞められるという契約方法を取るのですが、韓国では約7年間の練習生期間が過ぎるまでは辞めることはできないという契約をまず先に結ぶのです。それは全く売れていなくても挫折して夢を諦めたとしてもです、ファンはこの契約形態を奴隷契約や身売りなどと呼んでいます。また歌やダンス、英語レッスンなどの英才教育は月30万程度の費用がかかるのですが、アルバイトが禁止のため教育費は会社が肩代わりし、売れてから返すという形をとっています。そのため7年間でアイドルデビューできなかったとしたら20代で何千万という借金を背負って社会に出ることになります。しかし韓国では NHK の集金のようなシステムが出来上がっています。売れたグループが売れてない練習生の借金を肩代わりして返すというものです。例えばカラーのような世界的トップアイドルでも給料が1万円しかなく、仲のいいアイドルにお金がないから奢ってくれという電話をしたと噂が立つほどです。にわかには信じがたいですが、実際韓国では日本の嵐や SMAP のような数十年続いたグループは存在しません。そのほぼ全ての原因が事務所との金銭トラブルなのです。血の滲む努力をしてやっと売れたとしても支払われない対価、アイドルを辞めるにも高学歴で転職すら困難な社会情勢、逃げるにも逃げられない練習生たちと、売れても金銭トラブルで必ず揉める成功者たち、このサイクルがメンバーの関係を壊し不祥事を生み出しているのです。それでも売れればチヤホヤされるし、売れたいと多くの人は思います。しかしそれは韓国がいいですか。3つ目の自殺の原因は SNS による誹謗中傷です。韓国はネット社会のため誹謗中傷は日本のレベルとは比較にならないです。例えばその被害は家族、親戚、友達までに及び、常に芸能人の電話番号は500円から1000円ほどで売買されていたり、メッセージアプリを開けば突然愛していると来たり、私生活全てを監視されているのが韓国アイドルです。韓国でこれほどまでに誹謗中傷がえぐい原因の一つとして超高学歴社会の構造があります。韓国人の多くは自分の鬱憤やストレスを全て有名人への誹謗中傷によって発散するのです。その度合いは凄まじく、実際に多くの人を殺しました。ジョンヒョンさんもソロリさんも SNS による誹謗中傷でメンタル崩壊し自殺、グアラさんは去年5月に自殺未遂を起こし11月実施されました。これは5年10年前の話ではなく1ヶ月2ヶ月前の出来事なんです。実際に韓国で活動していたアイドルの博士舞さんは韓国と日本のアイドルに対する価値観の違いをこう述べています。
今の韓国は超高学歴社会による発散しきれないストレスとなりたい理想のつる全てがアイドルに向けられている、そんな気がしてなりません。しかしその反面 J-POP ではなく K-POP が世界中を席巻し輝かしい成績を残しているのも事実です。日本には政治的な問題を含め嫌韓の方々がたくさんいますが、韓国のトップアイドルの多くはフェアに見る姿勢の日本ファンが好きな傾向が強いです。実際に日本だけでしか活動しないグループもいます。光の裏には闇があります。よく笑う大人は多くの辛い過去を持つように、韓国アイドル業界の強すぎる光の裏には漆黒の闇が広がっています。正直韓国アイドル業界の自殺の報告はこれからも止まることはないでしょう。ピエロは不思議です。理想がファンを殺すこのビジネスモデルの存在が、今回紹介したものは氷山の一角です。今多くのトップアイドルが死の一歩手前をさまよっています。1日20時間の血みどろの努力とプライバシーゼロの環境、劣悪な性接待と孤独を引き換えに、華やかで輝かしいステージをいかがでしょうか。